ヤン・カールバートはオランダの不妊治療医。自身が運営する不妊治療クリニックで患者の女性に自分の精子を不正に使用し、体外受精で妊娠、出産させ、70人以上の子供を作った可能性があると報道されている。カールバートはオランダのレイスウェイクの農家で6人兄弟の長男として生まれた。結婚後に南アメリカのスリナムへ家族と共に移住。 スリナムでは軍向けの医療に携わった。この時に不妊治療に興味を持ったという。オランダに帰国して博士号を取得した後、ロッテルダム南病院で医療部長として働き始める。その後、1973年にオランダ唯一の人工受精を行うクリニック、ビジュードープを開設する。カールバートはオランダ国内や海外から精子ドナーを集め、 クリニック閉鎖までに6000人の女性患者と1万から4万人の精子ドナーを集めていた。精子提供者は匿名となっていたが、子供の親を知る権利の議論が進み、生物学的な親が誰かを確認するため2004年からは公開されることになっている。2009年1月、オランダ政府の機関、医療監査機関は、オランダの医療法 WVKL の要件を満たさないとして、 クリニックを閉鎖することを決定した。その後、クリニックが行った不正が明らかになった。ある同じ精子ドナーで2回受精した女性は、生まれてきた子供が DNA レベルで兄弟ではないと判断された。別の例では、白人系の精子ドナーを使って体外受精したはずが、アスペルガー症候群を持つスリガム系の精子で受精したことが発覚した。 このケースでは200人の子供が生まれてしまった可能性があると報道されている。またこれは同じ精子ドナーで6人以上の子供を作ってはいけないという法律にも違反している。2011年、カールバートは患者女性が受精するために自身の精子を使ったことがあると認めたが DNA 検査の協力は拒否した。その後の数年間でクリニックで受精して生まれた子供が カールバートの外見と似ていると気づかれ始めた。カールバート死亡後の2017年6月、ロッテルダム裁判所はクリニックで、カールバートの精子を使い受精し、生まれた疑いのある23人の子供たちが、生物学的な親は誰か知る権利があるとして、DNA 検査の協力を拒否していた、カールバートの死物を使って、DNA 検査を行うことを認めた。 2019年4月現在49人が DNA レベルでカールバートの子供であると認められており、この数は増える可能性がある。カールバートは3度結婚しており、合法的に生まれた11人の子供がいる。2021年2月現在 DNA レベルでカールバートの生死から生まれたと認定された数は79人になった。2018年に オランダのドキュメンタリー映画監督、ミリアム・グッドマンにより、カールバートの種という題でこの事件について22分の短編映画が公開された。この映画では、元患者やカールバートの生死によって生まれた子供たちが思いを語っている。映画の最後では、インタビューに応じた全員が暗い廊下に立ちカメラを見つめて終わる。 短編映画からさらに3年後の2021年3月にグッドマン監督によりオランダのテレビ局ビプロでヘッドゾットバンカルボットという同代で3話構成のドキュメンタリー番組が放送された。この番組では新たにカールバートの元患者やカールバートの生死によって生まれた子供たちが集まりインタビューに応じて出演しているシーズ・オブ・ディシートという題で アメリカの三ンンス映画祭でも上映された。ナタリー・ハド・エン・ワン・シレイン・ド・ジェ・スプレック・メット、スパーマ・ドクター・ハット・ IMDB ・ヘッド・ゾット・版、カルボット・ハット・ビップロ・ヘッド・ゾット版・版カルボット2021サンダンス・フィルム・フェスティバル。ありがとうございます。